これは皆さんもおなじみ iPad なのなんですけど、今日はスライドショーを使って目ん玉を動かしてみました。でこれだけじゃ面白くないので、ついでに歩かせてみました。やっちゃいました、また。というわけで世界初歩く iPod なのでした。